ちっちゃちっちゃ。あの野郎、思いっきりぶっ刺しやがって。あと2セテリずれてたらやばかった。あなたたちは。けどさ、女王様なら知ってんだろ？行く方法。なんたって、そのオリジンとやらを作った張本人なんだから。私にも、わかりません。女王様だろ？そんなこともわからないのか？マジかよ。なんということだ。僕は失望を禁じ得ない。そんなこと言われたってさ。君たち、ちょっと言い過ぎ。なんでまたここに？オリジンの歯車、よもやあなたたちのしるべになるなんて。ウロボロスや対の剣だって俺たちを導いてくれたんだ。驚きはしないよ。わかりました。そういうことでしたら喜んで託しましょう。本当はわかっていたんですよね、私たちがまたここに来るって。未来は私たちの手で紡がないといけない、そうなんでしょ？もちろんです。未来は誰かに与えられるものではない、あなたたち自身の手で紡ぐものなのですから。つまりここからなら内部へと入れる。渦へと突入し、その流れを利用して一気にその内側へ。内側へと入ったら中心にある力場の発生器を破壊する。そうすれば。なるほど。ですが、オリジン内部の構造は Z によってかなり改変されているはず。無事入れたからといって油断は禁物です。わかってる。それは覚悟の上さ。しかしさすがは女王様だな、そんなことまで知ってたなんて。びっくりだよ。まったくだ、僕は感動を禁じ得ない。君たち、この前と態度変わりすぎ。あれ、女王様は留守なのかな。でも一体どこに。お、久しぶりに来てみたけどまだまだいけるじゃん。私いつもの清掃じゃ動きにくいし、走ると裾踏んで顔面着地だし。ああ、やっぱこの格好が落ち着くわ。この開放感、たまんないね。あんたたち、なんでこ、
国？これはその、あの女王様、その格好は、待って、ちょっと待って、ほんの少しでいいから。ようこそいらっしゃいました。あなたたちの来訪を心から歓迎します。大したもてなしはできませんが、どうぞゆっくりしていってください。どうかされましたか？疲れないか、そういうの。な、ちょっとノア、良いのです。私にそのような気遣いは不要です。この際、私が女王であることは忘れて、遠慮せず話してください。よければ女王様の世界のこと、もっと聞かせてくれないか？ええ、構いませんよ。そうですね、まずは…と、言いたいところですが、そのすべてを語り明かすには、一昼夜では足りないかもしれません。というか足りません、絶対に。そうか、無理言って悪かった。ならまた今度にでも。とはいえ、あなたたちは先を急ぐ身です。ここに引き留めるわけにもいきません。ああそうだな、だから。というわけで、私があなたたちと共に行きましょう。うん、そうか、わかった。恐れながら、今、なんと。ですから、私もあなたたちの旅に加わると言っているのです。そうすれば、一昼夜でも毎日でも、いつだって私と話せるでしょ？あ、別にここにいても退屈だからとか、一人でいるのが寂しいとか、うまいこと外に出る口実が見つかってラッキーとか、そういうことではありませんよ、誤解しないように。別に何も言ってないだろう。ダメでしょうか？いや、そんなことは。では決まりということでよろしいですね？あ、はい。よし。それじゃあ、これからよろしくでいいのかな？ええ、かしこまる必要などありません。よろしくお願いしますね、ノア。ああ、それから私のことはニアとお呼びください。これから私はあなたたちの仲間となるのですから。何か食べたいものはある？お魚！